稲照造は、愛知県千多郡常こ町出身の実業家、イナックス代表取締役社長、会長、タイルメーカーから総合住宅設備メーカーに転換させ、同社の中高の祖とされる。その後トステムとの経営統合を実現し、リクシルグループ設立の立役者となった。百三十七年十月十五日、愛知県知郡とこ町で、稲製陶創業者である。 稲長三郎の三男として生まれた。学業成績は優秀だったが、父が常波町長をしていたことから、地元の愛知県立常波高等学校に通った。高校卒業後は経営者の指定が多く通う、慶応義塾大学への進学も考えたが、結局父と同じ東京工業大学の経営工学科に進学した。1960年3月に、 東京工業大学を卒業し、4月に父が社長を務めていた稲政党に入社した。1963年12月に取締役となり、1967年12月に常務取締役、1971年12月に代表取締役専務、1978年1月に代表取締役副社長となった。 1980年1月には、稲政党の第5代代表取締役社長に就任した。温水洗浄便座のヒットなどで、総合住宅用、建材、設備機器メーカーへ脱皮を実現し、稲政党の中高の祖とされる。会社は稲家のものではないという思いから、1985年には稲の名を、社名から外した稲ナックスへの称号変更を行った。この際同じ。 森村グループの倉田隆文のりたけカンパニーリミテド、社長に、ちょっと変わっているでしょと挨拶に行ったところ、うちほどは変わってないかなと返されたという。1992年には、全国タイル業協会の会長に就任した。1996年には、公認の代表取締役社長に、水谷千加子が就任し、自身は代表取締役会長に退いた。 2000年にはトステム創業者の牛尾田健次郎に経営統合を提案し、2001年にはイナックス、トステムホールディングスが設立された。タイルの製造及び思考技術の開発によって業界の発展に寄与した功績が評価され、2001年には日本建築仕上げ学会学会賞の功績賞を受賞した。2002年には日本セラミックス協会会長に就任した。 2005年からは中部国際空港で案内ボランティアを務めており、2007年には床鍋商工会議所会頭など30近くあった全校職から退いてボランティアに専念した。2018年秋の叙勲で朝日中受賞を受賞した。ありがとうございます。